こんにちは、岩根です。今回はくるくる岩猫の、メイキングとなってます。まあ単純に先に作ったアンテナちゃんくるくるのパロディっていうことですね。でここは何をやってるかっていうとアイデア出しですね。アイデア出しっていうか、まあ具体的にはどうするっていうことはもう頭の中で決まってるので、もうちょっと具体的にセル分けと何枚ぐらい絵を描くかっていうことの確認です。でこういうのは僕の場合紙に書いた方がこう分かりやすいっていうか、なんであんまりデジタルは使わずにここら辺は実際の紙に書いてます。でここでもうタイムシートもつけてしまいます。でタイムシートって通常は前からつけていくんですけども、これはなぜお尻っていうか下からつけていってるかっていうと、最後倒れるところのタイミングが決定してるわけですよね、今回の場合は。で対してくるくる回ってるリピートっていうのはどこからスタートしてもまあ大差がないので、どうしても動かせないお尻、今回の場合でいうとお尻の方からタイミングをつけていくっていう風にしております。まあ、これはテレビアニメで原画描くときもたまにやります。ラストがきっちり決まってるカットの場合は後ろから秒数っていうかタイミングをつけていく。でいわゆるカット頭の方は成り行きに任せるっていうことです。でここからブレンダーの作業ですね。くるくる回ってる台を今回は 3DCG でやってます。まあ描くよりも簡単かなっていうことで、でモデリング、まあモデリングとも言えないぐらい簡単で、円柱をただただ組み合わせていく、縦横の比率を変えた円柱を組み合わせていってるだけなんで。で時々レンダリングしてこんなもんかなっていう確認をしております。で質感に関しては本当に真っ白で、線に関しては真っ黒っていう白黒2回調だけです。でブレンダーの特性上、重なったオブジェクトのところに線が現れないので、線が欲しいところはオブジェクトを実際には離してあります。くっつけてしまうと線が消えてしまうんで、まあ、今回ので言うと大きな太い支柱とハンドルの支柱っていうのがちょっと距離が空いてます。本当は接続しているのが正しいんですけども、そうするとあの境目が出ないので線が。でこれは倒れるところの実際のアニメーション付けをブレンダー上でやってます。まあ、こういう感じでちょっと跳ねる感じで止まるっていうことです。でこれをレンダリングしたものをクリップスタジオに呼び込んでます、連番画像として。でそれを下書きっていうかベースとしてキャラクターを書き込んでいきます。で回転自体は不均一なタイミングなんですよね。あのアンテナちゃんのメイキングのとこでも言いましたけど、いわゆる顔がカメラを向いてるところに時間を使って他は早くっていう不均一なんで、この土台の方に生地ディテールが入ってると足のズレが気になるわけですよ。なんで下の土台には一切ディテールは入ってません。回転を表すようなディテールはあえて入れてません。なんで実際にはこう下の土台っていうのは回転はしてないです。上に乗っかってるキャラクターが回ってるんで、まあ回ってるようにおそらく見えると思うんですけども、実際にはただ揺れてるだけです。
タイミング自体はアンテナちゃんと一致させております。同じタイミングで回るようにしてます。違いはこちらが前進ということですね。なのでアンテナちゃんの時にあった顔の大きさの変化っていうのはほとんどないです。なんといっても体が見えてしまってるんで。それをやるわけにはいかないっていうことです。これ線整えてますね。線とまあ多少位置も目の位置なんか調整しつつ原画として完成させております。原画兼動画の原画トレス。ここで倒れる原画に入っていきます。でここからは土台も倒れてるやつと差し替えて足の位置が変わらないように注意しながら原画を描き足していきます。まあ、こういう時こういうキャラクターっていうこともあるんですけども、あんまり痛く見えないように、派手に動きとしてぶつかっていったとしても痛くは見えないようにします。乗っかってるキャラクターが出来上がったので、次は、回転させてるところですね、尻尾で。でこのレバーの部分っていうのは密接にキャラクターと組み合わせがあるので、もうこれはキャラクターに書き込んだ方が楽であろうっていうことで、このレバーに関しては 3DCG で作ってありません。全て作画です。まあ、場合によっては別にこれも 3DCG でやってもよかったんですけども。でここでもこうレバーが先行して動いて猫が後からついてくるっていう風な動きのタイミングのズレですよね。そういうのを意識して描くようにしてます。でこう雲のかき割りを持ってリピートする猫。ここはコピペで前に進ましてますね。で真ん中のやつだけ足を逆にしてあります。ここからは倒れる感じですが、まあ本当はこいつは前の台が倒れても倒れないような気はするんですが、まあそれだとちょっとアクションとして絵にならないので倒れることにしました。
で着地した時はやはり顔を潰してクッションを入れるようにします。で足と尻尾は後からついてくる。これでおおむね原画は出来上がった感じですね。すべてのキャラクターの原画が完成しました。でここからは中割りです。中割りというか動画ですね。これ走りは中1枚です。3コマ中1枚という感じですね。まあ、3コマというかまあ8フレームなんで3コマではないんですけども、まあ、タイミング的には 8fps で、作ったと思います。なんで相当走りとしては無理やりなんですね。まあ、この無理やり具合もいいのかなって個人的には思いますね。アニメーションこういう、まあ、僕が趣味で作ってるテストアニメって、まあ、作ってる最中にいや作り始めるときはこれは面白いぞと思って作り始めるんですが、作ってる最中に本当におもろいのかなっていう風な疑問が湧くことが多々あるわけなんですが、今回のこのイワネコのアニメに関しては、まあ、作業時間が短いっていうこともあって、最初のこれは面白いに違いないっていう、テンションのまま最後まで行くことができました。大体は結構時間かかるんでやってる間に大丈夫かこれっていう気分になるんですけどね。でも完成させないとやっぱり終わらないんで、面白いか面白くないかはともかくとして疑問が湧いてもとりあえず完成させるっていう風にしております。まあ、それで面白くなければ面白くないで、まあそれはそれでいいかっていう、次頑張ろうって思います。一応ライトテーブル使って顔中割りしてますね。丁寧に。で回るときにはやはりこう体をひねるっていうことを意識するとよろしいかと思います。これからカメラに向かうときには顔の方が先行してます。顔が先にカメラの方を向いて体が遅れてくるっていう感じです。で逆に顔が正面を向いてるところから奥へ、要するに後ろ姿になるときは顔をいつまでもカメラの方に残して体が先行して回っていくっていう表現になってます。あの見た感じだとあのバレリーナの回転がそれに近いのかなっていう、バレリーナも割とお客さんの方に顔を向けてるところの時間が長い気がするんで、おそらくそういう風に回ってるんじゃないかと思います。ここら辺でもシルエットを大切にして手足がなるべく伸びるように、シルエットで見た時に何をしてるかが分かるように原画を描いてます。まず顔が着地して、その後手とか足とか尻尾が遅れて着地します。
ここもひたすら絵を入れていくだけですね、間に。体っていうか顔が伸び縮みしながら回してるんですけども、そこでも顔の縮みの方が動きに対して尻尾の動きより先行するように時間差をつけてあります。とにかくパーツごとに時間差をつけることでアニメーションっていうのはより柔らかくいい感じになります。で再度これで動きを確認します。さてここからはアフターエフェクトでの撮影ですね。まあクリップスタジオでもできそうな感じはするんですけど、長いし、リピートもあったりするんでアフターエフェクトでやっております。ただ背景もないですし、特殊効果も特に入れない、特殊効果と言えるかどうかはあれですね、このカメラワークですね。アンテナちゃんの感じのアップのところから全体像が見えていくこのトラックバック、そして下へ落ちた時の画面振動、ここら辺がカメラワークということでアフターエフェクトの方が簡単にできます。これ一応最終的な動きの確認の VTR です。でここからは、Adobe Premiere でのおトイレの作業になります。でとにかく原画の時もそうでしたけども、倒れた瞬間カット尻、ここが一番大切なんで、そこがいい感じで終われるようにこう音楽の位置を今調整しているところです。実際に聞いてみて自分がこれがいいなっていう風な位置に来るまで右にずらしたり左にずらしたりしながら調整してます。本当はこういうの一発でできるといいんですが、なかなかね、思ったようにはいかないもんです。ただまあ今回に限って言うと効果音がついてるわけでもないので、まだ楽っちゃ楽ですよね。これ効果音がついてるともっと大変なんですけど、特にそれはないので、で不要なところを削除してます。でそこに黒平面を追加しまして、最後フェードアウトする、要するに画面が暗くなって終わるっていう
ことにします。あのいきなりブツってカットアウトするんじゃなくて、まあ柔らかく消えていきたいと。でこの黒が入るタイミングも実際に何度も音楽を聴いて決めることになります。これカメラワークっていうかエフェクトでフェードアウトってあるんですが、これやってた時それをよく知らなかったんで黒平面でやってます。普通にエフェクトで多分フェードアウトあるはずなんで、まあいかにプレミアを理解してないかっていうことがバレる行動ですね。ここで不透明度、ということでフェードアウトします。で最後にタイトル、テストアニメ77っていうタイトルをつけて、一応これは完成ということになって、あとは MP4 で書き出し、それで終わりです。このチャンネルではお絵描きやアニメ制作に役立つ情報を発信してますので、興味を持っていただけた方はぜひチャンネル登録をお願いします。また配信で使用可能なオリジナルキャラをお持ちの方、何のお礼もできませんが、Twitter の DM 経由でお貸しいただけたらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。